今回はドライバーショットの考え方について説明したいと思います。ですね、皆様はやっぱり14本あるクラブの中でドライバーね、ドライバーやっぱ一番難しいクラブと思っている方がたくさん見えると思います。ドライバーよりも9番アイアン、ショートアイアン、ね、7番アイアンの方が優しいと 思われている方がたくさんいると思いますけれども、ドライバーというのは打つ場所を選ぶことができます。例えばティーグラウンドの左端にティーアップしたり、右端にティーアップしたり、あとはティーの高さも自分で低くしたり高くしたり、打つライを変えることができますよね。それっていうのは14本ある中でドライバーだけですよね。他のショットはあるがままの状態で打たなければいけないんですけれども、ドライバーに関しては自分でいろんな調整ができる状態で打つことができますので、まずそれが他のショットとだいぶ違う部分だと思います。で、あとはドライバーヘッドとボールをきちっと当てなければいけない。でもそれというのは昔と違って、今のクラブというのはこのヘッドの部分が大きくなってますよね。昔は本当に僕の握り拳ぐらいの大きさだったと思うんですけれども、今は 1.5 倍もしくは2倍近い大きさになってますので、昔よりも当たるんですよ。昔よりも当てやすいです。それはヘッドもでかいですし、道具も良くなってますんで。ただやっぱり皆さんね、ドライバー構えます、しっかりと当ててきっちり飛ばそうとしますよね。当てなきゃいけないと思って打つから難しくなると思うんですけれども、僕自身の考え方というのは、構えて、まず構えて動けば、絶対に当たるんですよ。ボールに当たる、当てるのではなくて動けば当たる、そういう考え方で僕自身はドライバーショットを打ってます。構えて動けば当たっちゃう、構えて動けば当たっちゃう。ただそれは皆さんが思うのは、安楽さんだからそうやって思えるっていう方がたくさん見えると思いますけれども、これはほんのちょっとしたコツ、ちょっとしたコツさえ掴んでいただければ、当てるスイングじゃなくて当たるスイングに変換させることはものすごく簡単ですから、そのコツを今から皆様にお教えしたいと思います。はい、今回はアドレスの取り方について説明したいと思います。僕がドライバーショットを打つにあたって一番大事な部分というのは、そのアドレスの取り方、アドレスですね、アドレス、形です。その形を僕自身はニュートラルポジションと名付けてるんですけれども、そのニュートラルポジションというのはどういうことかというと、アドレスの中には股関節、膝の関節、足首の関節、あと肩関節、肘関節、手首の関節とありますけれども、まず一番最初にどこを決めるかというと、自分のアドレスの中で決めるポジションというのは股関節です。股関節。股関節を入れます。なぜこのようなやり方をするかというと、ここに重い3キロの重いボールがあります。で、これを持ち上げるときに、一番簡単に持ち上げるためには、まず股関節を入れて、膝を入れますよね。膝を入れて、手を垂らした状態ね。垂らした状態。このだらーんとした状態から、持ち上げると、まず腕の力ってそんなにいりませんよね。で、これが手が少し前に出た状態、前に出た状態で持ち上げようとすると、こう持ち上げることになりますんで、ものすごく腕の力がいります。一番理想的な構えというのは、直立した状態からまず股関節にクラブを当てます。当てた状態からグッと押します。押すとお尻が出ます。この状態から両膝を曲げます、はい、曲げると同時に足首の関節も同時に連動して曲がります。そうするとここからジグザグのラインになると思います。で、この状態だとまだ胸が張った状態ですから、今度はこの状態から胸の力をスッと抜きます。抜くと手が垂れたポジションが上がりますよね。で、そのポジションでスッと構える、これが僕自身のニュートラルポジションの作り方です、はい、これを参考にしてアドレスを作っていただければいいアドレスが取れると思いますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、それでは今回は
バックスイングね、バックスイングのきっかけについて説明したいと思います。僕はバックスイングする場合に、まあ、参考にしている、例えがあるんですけれども、まあ、ここでもまたメディシンボールが登場するんですけれども、この重いねメディシンボールをそちらの方に遠くに飛ばす場合に、この止まった状態からいきなりこっちに揺するよりかは、一度行きたい方向と反対の方向、そちらに向かって反動をつけてからよいしょって投げると動きやすいですよね。この動きを僕自身は使ってバックスイングをしています。どういうことかというと、構えます。構えた状態からどこから動くか、どのようにして動くかというと、先ほどこのメディシンボールを投げたみたいに一度反対の動きを入れます。僕自身構えた状態から一度左に少し乗ります。左足に乗った反動で引きます。僕自身はクラブを引くためにどこを動かさなきゃいけないかと思ってるかというと、自分の体を常に動かしたいものですから、クラブを動かすというよりかは僕自身少し動くだけです。この状態からはい動いた反動で引く、この状態から動いた反動で引く、逆に動いた反動で引く、これが僕のバックスイングのきっかけ作りです。それを止まった状態からクラブヘッドからかな、手からかなって考えちゃうとクラブが引けなくなっちゃいますんで、僕自身はクラブを引くというよりも自分自身を少し動かしてあげる、逆にそのきっかけで僕自身テイクバックをしてますんで、皆様もぜひ構えていただいたらこっちに引くんですけれども、一度逆の動き、ね、逆の動きの反動を使ってバックスイングをしてみてください。そうするとスムーズに体が動いて手が動いてバックスイングでクラブが上がると思いますので、ぜひ参考にして試してみてください。はい、では今回は重心移動について説明したいと思います。ここの重心をこちらに移動する重心移動、またここでもこのメディシンボールが登場するんですけれども、この重いものを向こうによいしょって投げる場合に、必ず重心ってものは移動しますよね。その場合っていうのは必ず頭っていうのは一緒に動くはずですよね。重心止めたままで、頭止めた状態のままよいしょってやると、結局手で投げてるだけですよね。どっちが飛ぶかといえば、絶対的に頭を揺すって投げる方が飛ぶと思うんですよね。重いものを持ってこう投げていただければ、ほとんどの方が頭を揺すって投げることはできます。ただゴルフクラブというものは軽いですよね。で、軽いもので構えます。ほとんどの方が構えた状態から右にトップスイングを上げる場合に重心移動してません。やろうと思えばできますよね。これは重心移動をせずに回転だけで上げてる証拠です。野球のピッチングと一緒です。右に重心移動で重心かけます。右足に頭というものは動きますよね。ただこれを直立でやろうとすると右に重心移動できません。必ず右に軸足の右足に乗せるためには頭はこうグッと動いてきますから、構えた状態から動きます。その場合頭というものは動きますよね。動きます。で、その場合構えた状態から動くんですけれども、動く場合にどこか止めなきゃいけません。僕はどこを止めてるかというと軸足です。右の軸足に乗せることによって頭は動いてるんですけれども、ここの背中の軸は動いてませんので、これが僕の重心移動です。確かに頭というものは動きます。動かしていいです。止めようとするんじゃなくて、動かせといった場合にこんなに動く人いませんので、動かすつもりでも実際問題はほんの少し動いてるだけです。それを無理に止めようとするから皆さん重心移動ができなくなりますので、ぜひとも構えた状態から逆の動きを入れて、逆の動きから重心移動する、右で支える、ここまでできればきっちりバックスイングまで持っていけますので、ぜひとも皆さん参考にしてみてください。
今回はトップスイング、トップについて説明したいと思います。ですね、トップというと要はそのまあフラットなトップ、アップライトなトップ、いろいろあります。で、僕自身トップというものについて考えたことはあまりありません。なぜかというと、トップというのはアドレスをしました、そこから、はい、重心動きと重心移動でクラブを上げました。で、上げたところから今度トップで折り返しますよね。僕自身そのトップに向かって上げてるってイメージないんですよ。あくまでも折り返し地点だから、そうすると上がりました、必ずこの状態から上がった反動で降りてきます。この自分の限界のところがトップです。どこかというのは全く気にしたことはありません。ただ一つ気にしているのはこの状態から、はい、1,2,3、はい、構えといて1,2,3、そうするとリズムさえ揃えればここの上がる位置ってだいたい一定なんですよ、ね、そのトップに持ってくるリズムを一定にするためにはどこを動かしているかというと足ですから、ここから左右左、ここから、はい、左右左、その3拍子を足で取っていただければ手の位置っていうのは必ず一定になります。皆さん更新するときに1,2,1,2と更新します。その場合その2拍子というものは多分足で取ると思います。足でリズムさえ取ればこの手の位置っていうのは必ず一定になりますんで、2拍子取りながら1歩目がここで、2歩目がここで、3歩目がここ絶対ないですから、1,2,1,2,1,2ってやれば同じとこ来ますよね。それをこの状態から1,2,3、そのトップというのは2と3の間どこかですよね、はい、そうするとリズムさえ一定になれば同じところにしか上がってきませんので、これが僕のトップですし、切り返しトップの部分になりますので、僕自身は1,2,3、安楽さんのトップはどこですかと聞かれたら2と3の間、これがトップです。そのぐらいにしか僕は考えていません。まあ、このようなことを皆さん参考にしていただければ、ご自分のトップっていうのは分からないと思います。どこに上がってるかは分からなくていいと思うものを分かろうとするとスイングの流れが止まりますので、ぜひとも皆さんこれを参考に一度やってみてください。はい、では今回は、ダウンスイングの、最初の入り方について説明したいと思います。構えます、まあ、トップスイングからこのダウンスイングで、トップに上がるまでに腰っていうのは右に回ってます。で、今度ダウンスイング以降は今度逆に左にこう腰が回っていきますよね。で、僕自身スイングの中で腰を右左に回す意識はほぼ持ってません。だけど実際問題打つと回ってますよね。それはどのように回ってるのかというと、構えます、構えた状態から右にトップスイングを上げる場合に重心移動と踏み込みで回りましたよね。その場合力っていうのは下に行ってますんで、この状態から極端に言うと踏みながら上げました。で、今度こっからダウンスイングでよく言われるのは腰を切れ、腰を切って振りなさいって言うんですけども、僕自身何するかというと、この状態からダウンスイングは踏むだけです。この状態から、はい、踏んでいきます。はい、この状態から踏んでいきます。そうすると腰は回すんじゃなくて踏む、踏んでいけば回ります。野球も一緒、上げた状態から上げた足を下ろすことによって腰が回ります。ゴルフも一緒で、回すんじゃなくてちょっとでいいですから踏んでみてください。はい、トンと下に力を与えてください。僕自身はこの状態からちょっと下に踏むだけです。プッと踏んでいけば腰が横に回転しますので、何するかというと、この状態から上がった状態から踏むだけです。踏んでいく、そのようなイメージを持ってダウンスイング入っていただければ、何するかというと、この状態から上がった状態から踏むだけです。踏んでいく、ぜひとも参考にしてみてください。
はい、では今回は、フィニッシュについて話したいと思います。先ほど、ダウンスイング、ね、ダウンスイングずっとアドレスからトップ行ってダウンスイングまで来ました。で、普通インパクトに行くんですけれども、僕はそのインパクトに行く前にまずインパクトは無視してフィニッシュについて話したいと思います。僕のフィニッシュというのは構えます。構えた状態から、はい、上げました、下ろしました。で、僕自身フィニッシュというものはクラブ肩がねぐるっと目標方向を示すとか腰がたくさん回るとかよくそういうのフィニッシュという方も言えますけど、僕自身の一番のフィニッシュのポイントは構えます。構えた状態から振り終わった後にこの縦ライン膝と太ももここを締めることです。後ろから取ってもらうと締めるの向こう見えませんよね。体が動かない方っていうのは上は回っています、だけど下は全く動いてません。こういう方すごく多いです。足が止まった、追い越した、上だけで回し込む、こういう方すごく多いです。僕はスイングの中で上の動きというのはあまり僕気にしませんので、とにかく下で下でスイングを作りますので構えます。最後締めること、締めれば必ず腰も肩も回ります。締めることで、締めるためにはさっきテイクバックの時に右に踏んでいきました。今度はダウンスイングで左に踏みましたね。ダウンスイングのきっかけとして左足を踏みました。ただ踏んだ足を最後まで踏み続けてください。ずっと踏み続けるイメージ、そうしてもらうと下にずっと力がいった状態で回り込みますんで、それを皆さんダウンスイングの時にちょんと踏みました、ここから横に回そうとすると踏めませんよね。常にずっと踏み続ける、踏み続けて最後にこの膝と太ももをつけるイメージで、今度逆にスタンスがものすごく広い方っていうのはつきにくいかもしれません。こうすごく広い方というのはつきにくいかもしれませんけど、とにかく踏み続けてください。膝がつかなくても太ももを締めるイメージ、はい、この太ももと膝を締めるイメージを持っていただければバランスのいいフィニッシュが作れると思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。はい、それでは今回はインパクトについて説明したいと思います。ずっとアドレス取ってバックスイング、トップ、ダウンスイング、フィニッシュまで来ました。インパクトやってませんよね。インパクトで、インパクトというのは僕の中ではもうあくまでも通過点なんですよ。インパクトというものは今までのスイングの流れの中でトップ行きました、ダウンスイング入りました、フィニッシュ行きました。そうするとスイングの中でヘッドというのはずっと動いてます。動いた状態の中でこの動きの中で球を当てることができればそれが最高のインパクトですから、インパクトの中で一番何が大事かというと、僕はインパクトの形とかというよりもまずはそのボールのポジションです。ボールのポジションで、ボールのポジションというのは一番初めにニュートラルポジションという形をしました。ニュートラルのポジション、手が上から垂れるポジションで、これというのはボールと自分との距離です。ニュートラルポジションを作ることによって縦のポジションは決まります。今度横のポジションというのは左足のかかと線上とかっていうのは基本になるんですけれども、これはあくまでも左かかと線上って基本ですから、で僕自身で構えた状態からはい、振ってみます。そうすると、まあ、この辺りすりましたよね、すったポジション、これが僕のスイングの最下点になります。このポジション、下のすったポジションから少し離れたポジションに構えてみる。左足かかと線上を基本として左の方に行くのか、はい、右の方に置くのか、それで形を決めてください。ここまでできれば構えた状態からはい、打ってみる。構えた状態からはい、打ってみる。打ちながら自分でポジションを変えていく。縦ポジションは決めました。あとのこの横ポジションというのは各自個人差ありますんで、ちょっと左に置いてみたり右に置いてみたりしながら、あとはスイングをつなげてみる。で、僕の思うインパクトというのはボールが自分のスイングをした時のベストなポジションにある位置がインパクトだと思ってますんで、それを参考に皆さん練習してみてください。
それでは今回は球を実際に打ってみましょう。まずは素振りをします。構えた状態から、この状態から、はい、逆に動いた反動で踏んでいく、で踏んで上がった反動から今度左足を踏む、踏みながら最後締める。そうすると、はい、スッスッスッ、これで一連のスイングの流れはできてますよね。でも球は打ってません。素振りはすごく皆さんいいと思います。構えます、はい、スッスッスッ、はい、動けます。でも実際問題、球があるとどうなるか、はい、この状態からスッスッスッ動いてくる、スッスッスッ動いてくる、はい。そうすると今の皆様打っていただくと球は曲がるかもしれません。で今は、まあ、僕はボールのポジションが自分で分かってますんで動けば当たります。で曲がった場合はとにかく自分のボールのポジション、これはインパクトでやりましたけれども、まず自分とボールとの縦の距離を決めます。はい、決めた状態、あと今度は横のポジション、はい、横のポジションを決めます。横のポジションを決めていただいて、はい、この状態からスッスッスッ動いてくる、はい、この状態からスッスッスッ動いてくる。このようにとにかく動いてもらう。そうすると必ずベストなボールポジションというのは必ずありますんで、そこを見つけていただいて、とにかく球というものは打つんじゃなくて振れば当たるという感覚をぜひとも掴んでください。インパクトは作るものじゃなくてできるものですから。ニュートラルのポジションを取りました、動き出ししました、はい、トップ作りました、はい、ダウンスイングのきっかけ作りました。インパクトはボールの位置で、そこから最後フィニッシュまで、はい、最後まで決めます。最後のフィニッシュ、これが一番大事ですから。そうするとどこに向かって動くのかというと、フィニッシュ、フィニッシュに向かって振った結果当たることができればスイングは緩みませんので、最後にもう一度打ってみましょう。動いて、はい、フィニッシュ、はい、フィニッシュまで持ってくる。動いて、はい、フィニッシュ、はい、フィニッシュまで持ってくる。動いて、はい、フィニッシュ、はい、フィニッシュした結果球が当たってますんで、インパクトに向かってクラブは振るんじゃなくて、フィニッシュに向かって体を動かしてください。それによってインパクト付近は減速しませんので、ボールのポジションが分かってこれば加速度的に飛距離は伸びると思いますので、ぜひとも皆さん参考に練習してみてください。Well, it's springtime in the valley on Magnolia Lane. It's the August of National and the Master of the Game. Who... お教えしたいと思います。はい、今回はアドレスの取り方について説明したいと思います。僕がドライバーショットを打つにあたって一番大事な部分というのは、そのアドレスの取り方、アドレスですね、アドレス、形です。その形を僕自身はニュートラルポジションと名付けてるんですけれども、そのニュートラルポジションというのはどういうことかというと、アドレスの中には股関節、膝の関節、足首の関節、まあ、あと肩関節、肘関節、手首の関節とありますけれども、まず一番最初にどこを決めるかというと、自分のアドレスの中で決めるポジションというのは股関節です。股関節、股関節を入れます。なぜこのような入れ方をするかというと、ここに重い3キロの重いボールがあります。でこれを持ち上げるときに、一番簡単に持ち上げるためには、まず股関節を入れて膝を入れますよね。膝入れて手を垂らした状態ね、垂らした状態、このダラーンとした状態から持ち上げると、まず腕の力ってそんなにいりませんよね。でこれが手が少し前に出た状態、前に出た状態で持ち上げようとすると、
構持ち上げることになりますんで、ものすごく腕の力がいります。一番理想的な構えというのは、直立した状態からまず股関節にクラブを当てます。当てた状態からグッと押します。押すとお尻が出ます。この状態から両膝を曲げます。はい、曲げると同時に足首の関節も同時に連動して曲がります。そうするとここからジグザグのラインになると思います。でこの状態だとまだ胸が張った状態ですから、今度はこの状態から胸の力をスッと抜きます。抜くと手が垂れたポジションが上がりますよね。でそのポジションでスッと構える。これが僕自身のニュートラルポジションの作り方です。はい、これを参考にしてアドレスを作っていただければいいアドレスが取れると思いますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、それでは今回はバックスイングね、バックスイングのきっかけについて説明したいと思います。僕はバックスイングする場合に、まあ、参考にしてる、例えがあるんですけれども、まあ、ここでもまたリズムさえ一定になれば同じところにしか上がってきませんので、これが僕のトップですし、切り返しトップの部分になりますので、僕自身は 1,2,3、安楽さんのトップはどこですかと聞かれたら2と3の間、これがトップです。そのぐらいにしか僕は考えていません。まあ、このようなことを皆さん参考にしていただければ、ご自分のトップっていうのは分からないと思います。どこに上がってるかは分からなくていいと思うものを分かろうとするとスイングの流れが止まりますので、ぜひとも皆さんこれを参考に一度やってみてください。はい、では今回は、ダウンスイングの、最初の入り方について説明したいと思います。構えます。まあ、トップスイングからこのダウンスイングで、トップに上がるまでに腰っていうのは右に回ってます。で今度ダウンスイング以降は今度逆に左にこう腰が回っていきますよね。で僕自身スイングの中で腰を右左に回す意識はほぼ持ってません。だけど実際問題打つと回ってますよね。それはどのように回ってるのかというと、構えます。構えた状態から右にトップスイングを上げる場合に重心移動と踏み込みで回りましたよね。その場合力っていうのは下に行ってますんで、この状態から極端に言うと踏みながら上げました。で今度こっからダウンスイングでよく言われるのは腰を切って振りなさいって言うんですけども、僕自身何するかというと、この状態からダウンスイングは踏むだけです。この状態から、はい、踏んでいきます。はい、この状態から踏んでいきます。そうすると腰は回すんじゃなくて踏む、踏んでいけば回ります。野球も一緒、上げた状態から上げた足を下ろすことによって腰が回ります。ゴルフも一緒で、回すんじゃなくてちょっとでいいですから踏んでみてください。はい、トンと下に力を与えてください。僕自身はこの状態からちょっと下に踏むだけです。プッと踏んでいけば腰が横に回転しますので、何するかというと、この状態から上がった状態から踏むだけです。踏んでいく、そのようなイメージを持ってダウンスイング入っていただければ、何するかというと、この状態から上がった状態から踏むだけです。踏んでいく。ぜひとも参考にしてみてください。今は 1.5 倍もしくは2倍近い大きさになってますので、昔よりも当たるんですよ。昔よりも当てやすいです。それはヘッドもでかいですし、まあ、道具も良くなってますんで。ただやっぱり皆さんね、ドライバー構えます。しっかりと当ててきっちり飛ばそうとしますよね。
当てなきゃいけないと思って打つから難しくなると思うんですけれども、僕自身の考え方というのは、構えて、まず構えて動けば、まあ、絶対に当たるんですよ。ボールに当たる、当てるのではなくて動けば当たる、そういう考え方で僕自身はドライバーショットを打ってます。構えて動けば当たっちゃう、構えて動けば当たっちゃう。ただそれは皆さんが思うのは安楽さんだからそうやって思えるっていう方がたくさん見えると思いますけれども、これはほんのちょっとしたコツ、ちょっとしたコツさえ掴んでいただければ、当てるスイングじゃなくて当たるスイングに変換させることはものすごく簡単ですから、そのコツを今から皆様にお教えしたいと思います。はい、今回はアドレスの取り方について説明したいと思います。僕がドライバーショットを打つにあたって一番大事な部分というのは、そのアドレスの取り方、アドレスですね、アドレス、形です。その形を僕自身はニュートラルポジションと名付けてるんですけれども、そのニュートラルポジションというのはどういうことかというと、アドレスの中には股関節、膝の関節、足首の関節、まあ、あと肩関節、肘関節、手首の関節とありますけれども、まず一番最初にどこを決めるかというと、自分のアドレスの中で決めるポジションというのは股関節です。股関節、股関節を入れます。なぜこのようなやり方をするかというと、ここに重い3キロの重いボールがあります。でこれを持ち上げるときに、一番簡単に持ち上げるためにはまず股関節を入れて膝を入れますよね。膝入れて手を垂らした状態ね、垂らした状態、このダラーンとした状態から持ち上げると、まず腕の力ってそんなにいりませんよね。でこれが手が少し前に出た状態、前に出た状態で持ち上げようとすると、こう持ち上げることになりますんで、ものすごく腕の力がいります。一番理想的な構えというのは、直立した状態からまず股関節にクラブを当てます。当てた状態からグッと押します。押すとお尻が出ます。この状態から両膝を曲げます。はい、曲げると同時に足首の関節も同時に連動して曲がると思います。僕がドライバーショットを打つにあたって一番大事な部分というのは、そのアドレスの取り方、アドレスですね、アドレス、形です。その形を僕自身はニュートラルポジションと名付けてるんですけれども、そのニュートラルポジションというのはどういうことかというと、アドレスの中には股関節、膝の関節、足首の関節、まあ、あと肩関節、肘関節、手首の関節とありますけれども、まず一番最初にどこを決めるかというと、自分のアドレスの中で決めるポジションというのは股関節です。股関節、股関節を入れます。なぜこのようなやり方をするかというと、ここに重い3キロの重いボールがあります。でこれを持ち上げるときに、一番簡単に持ち上げるためにはまず股関節を入れて膝を入れますよね。膝入れて手を垂らした状態ね、垂らした状態、このダラーンとした状態から持ち上げると、まず腕の力ってそんなにいりませんよね。でこれが手が少し前に出た状態、前に出た状態で持ち上げようとすると、こう持ち上げることになりますんで、ものすごく腕の力がいります。一番理想的な構えというのは、直立した状態からまず股関節にクラブを当てます。当てた状態からグッと押します。押すとお尻が出ます。この状態から両膝を曲げます。はい、曲げると同時に足首の関節も同時に連動して曲がります。そうするとここからジグザグのラインになると思います。でこの状態だとまだ胸が張った状態ですから、今度はこの状態から胸の力をスッと抜きます。抜くと手が垂れたポジションが上がりますよね。でそのポジションでスッと構える、これが僕自身のニュートラルポジションの作り方です。はい、これを参考にしてアドレスを作っていただければいいアドレスが取れると思いますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。
はい、それでは今回はバックスイングね、バックスイングのきっかけについて説明したいと思います。僕はバックスイングする場合に、まあ、参考にしている、例えがあるんですけれども、まあ、ここでもまたメディシンボールが登場するんですけれども、この重いねメディシンボールをそちらの方に遠くに飛ばす場合に、この止まった状態からいきなりこっちに揺するよりかは、一度行きたい方向と反対の方向、そちらに向かって反動をつけてからいただければ、何するかというと、この状態から上がった状態から踏むだけです。踏んでいく。ぜひとも参考にしてみてください。はい、では今回は、フィニッシュについて話したいと思います。先ほど、ダウンスイング、ね、ダウンスイングずっとアドレスからトップ行ってダウンスイングまで来ました。で、普通インパクトに行くんですけれども、僕はそのインパクトに行く前にまずインパクトは無視してフィニッシュについて話したいと思います。僕のフィニッシュというのは構えます。構えた状態から、はい、上げました、下ろしました。で、僕自身フィニッシュというものはクラブ肩がねぐるっと目標方向を示すとか、腰がたくさん回るとか、よくそういうのフィニッシュという方も言えますけど、僕自身の一番のフィニッシュのポイントは構えます。構えた状態から振り終わった後にこの縦ライン、膝と太もも、ここを締めることです。後ろから取ってもらうと締めるの向こう見えませんよね。体が動かない方っていうのは上は回っています、だけど下は全く動いてません。こういう方すごく多いです。足が止まった、追い越した、上だけで回し込む、こういう方すごく多いです。僕はスイングの中で上の動きというのはあまり僕気にしませんので、とにかく下で下でスイングを作りますので、構えます。最後締めること、締めれば必ず腰も肩も回ります。締めることで、締めるためにはさっきテイクバックの時に右に踏んでいきました。今度はダウンスイングで左に踏みましたよね。ダウンスイングのきっかけとして左足を踏みました。ただ踏んだ足を最後まで踏み続けてください。ずっと踏み続けるイメージ、そうしてもらうと下にずっと力がいった状態で回り込みますので、それを皆さんダウンスイングの時にちょんと踏みました、ここから横に回そうとすると踏めませんよね。常にずっと踏み続ける、踏み続けて最後にこの膝と太ももをつけるイメージで、今度逆にスタンスがものすごく広い方っていうのはつきにくいかもしれません。こうすごく広い方というのはつきにくいかもしれませんけど、とにかく踏み続けてください。膝がつかなくても太ももを締めるイメージ、はい、この太ももと膝を締めるイメージを持っていただければバランスのいいフィニッシュが作れると思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。はい、それでは今回はインパクトについて説明したいと思います。ずっとアドレス取ってバックスイング、トップ、ダウンスイング、フィニッシュまで来ました。インパクトやってませんよね。インパクトで、インパクトというのは僕の中ではもうあくまでも通過点なんですよ。インパクトというものは今までのスイングの流れの中でトップ行きました、ダウンスイング入りました、フィニッシュ行きました、そうするとスイングの中でヘッドというのはずっと動いてます。動いた状態の中でこの動きの中で球を当てることができれば、それが最高のインパクトですから、インパクトの中で一番何が大事かというと、僕はインパクトの形とかというよりもまずはそのボールのポジションです。ボールのポジションで、ボールのポジションというのは一番初めにニュートラルポジションという形をしました。ニュートラルのポジション、手が上から垂れるポジションで、これというのはボールと自分との距離です。ニュートラルポジションを作ることによって縦のポジションは決まります。今度横のポジションというのは左足のかかと線上とかっていうのは基本になるんですけれども、これはあくまでも左かかと線上って基本ですから、
で僕自身構えた状態から、はい、振ってみます。そうすると、まあ、この辺りすりましたよね。擦ったポジション、これが僕のスイングの最下点になります。このポジション、下の擦ったポジションから少し離れたポジションに構えてみる。左足かかと線上を基本として左の方に行くのか、はい、右の方に置くのか、それで形を決めてください。ここまでできれば構えた状態から、はい、打ってみる。構えた状態から、はい、打ってみる。打ちながら自分でポジションを変えていく。縦ポジションは決めました。あとのこの横ポジションというのは各自個人差ありますんで、ちょっと左に置いてみたり、右に置いてみたりしながら、あとはスイングをつなげてみる。で、僕の思うインパクトというのは、ボールが自分のスイングをした時のベストなポジションにある位置がインパクトだと思ってますんで、それを参考に皆さん練習してみてください。はい、それでは今回は球を実際に打ってみましょう。まずは素振りをします。構えた状態から、この状態から、はい、逆に動いた反動で踏んでいく。で、踏んで上がった反動から今度左足を踏む。踏みながら最後締める。そうすると、はい、スッスッスッ、これで一連のスイングの流れはできてますよね。でも球打って